始めたきっかけが小学校1年生の時の担任の先生が結構野の草を摘んできて授業で書かせてくれたんですね。でもう根元からじーっと見て下から書いてくんだよって言われて見て書いてったらこんなちっちゃいよく見慣れた草花の中にもびっくりするほどこう世界が広がっていることが分かってそこから楽しくなって絵を描くことにハマっていったかなと思います。裏紙が家に大量にあったので書いて忘れて書いて忘れてしてみたみたいな本当に遊びの一番楽しいものポジションでした。きっかけが2段階くらいになっていてまず最初が小学校5、6年生くらいの頃に地元の絵描き教室に通い始めたんですね。でそこの絵描き教室の先生が日本画の画家さんだったので近くで生身の画家として生活している人を見て話を聞く機会があったというところで頭の中でぼんやりイメージができたというのが一つとあともう一個が、高校の時にですね本当に絵が心底好きなのか習慣として描きすぎて生活の一部になっているだけなのかちょっと分からなくなったので別のことがしたくなってバドミントン部に入ったんですね。運動してみようと思ってで描けなくなったらすごくフラストレーションが溜まってしまって描けないことってこんなにきついんだと思ってその反動でもう一気に美大に入ることを決めましてっていうあたりで多分何をやっていくにしろ絵を描くことは続けながら生きていきたいなっていうことが固まったのがその頃です。あとは大学入ってからこういっぱい絵を作品として作る友人がいる中でこうだんだん固まっていったというか。作品として絵を描くっていうことを意識し始めたのは本当に大学に美大に入ってからで例えばこういうテーマで描きますっていうことがあったりとかあとは公表の場で自分はこんなことを表現したかったんだっていう場所が出てきて初めて何を描くか表現するかっていうものとして絵を意識し出した場だったので本当にそれまではただただ楽しい本能の赴くままで描いていたのでテーマも何もなかったです今まで見てきて印象に残ってきたものとか気になったもの楽しかったこと感じたことからこう宝物をコレクションするみたいに拾い集めてこう構成して一枚絵にしていくんですけれど描いていく時点では結局自分の頭の中でこうなっていくこうなっていくってイメージがだんだん固まっていくものなんですけれどできればその枠組みを超えていけたら嬉しいなどうやったらいいかまだわからないけれどっていうこう想定外のところまでいつか広がってってくれたらいいなっていう気持ちは常に持って描いています。下地の段階でちょっとこう予想外の流れができそうな作業を入れたりとか試したことない思いついたことはもう積極的にやっていってみようとかそのあたりを積み重ねていけば何か見えてくるんじゃないかなと思いながら書いてます。まずその女性像に関してはいつも妹にモデルをしてもらっていてなので彼女が髪を切れば絵の中も短くなるし伸ばせば長くなるしとかちょっと連動してるんですけれどただ別に似顔絵を描いてるつもりはなくってこう物語でいう主人公みたいな見た方がちょっと自己投影じゃないですけど感情移入して見る対象であったりとかその絵の中の世界での風や空気や光を感じるための媒体であったりとかそういう感じのイメージで世界の一部になったらいいなと思いながら描いてます植物はもともとすごく植物が好きなんですけれど母の実家が岩手の方ですごく自然に囲まれた環境で本当に山の中の一軒家みたいな
環境だったので、その力強い植物がすごく好きで、花壇に生けられた綺麗な花っていうよりも、こう勢いとかリズムとか、絵の中に描いたその一場面だけじゃなくて、つぼみから咲いて枯れた後だったりとか、芽から伸びてきた過程だったりとかも想像できるような植物が描けたらいいなとは思って描いてます。風景はもっと歩いててパッといいなと思った印象だったりとか、そのあたりから描いていくことが多いです。いずれも身の回りにあって馴染んだものから、こうなんでこれに心惹かれたのかなというかあたりを掘り下げながら描いていってるような感じです。実は動物って私の描いたものは少ないんですけれど、その自分が思い入れ持ってよく知っているものを描きたいなっていうのが根底にあった時に、動物うち飼ってなかったんですね。で、あまりに生態を知らずに描くのは失礼だなっていうような感じもあって、そのたまたま巡り合ってこの質感いいなとか思って、あのイグアナなんかはその質感に惹かれて描いたんですけれど、じゃあ礼儀としてと思って、その時は一通り調べました。どこから来た子たちでどういうふうに一生を過ごしていくのかみたいなあたりを何でしょう、透き通ってて独特の海の中のものって、こう陸上のものと皮膚感というか表面の感じというか全然違うので、やっぱり素材としてすごく素敵だなっていうのもあって、あとは何でしょう、美味しそうと思って描きました自分より本体みたいなところはちょっとあります。何でしょう、すごく頭を支配されているというか、こう常にどこ行っても何してても意識しちゃうものではあるので、それでこうある意味こもって制作している私よりも見てもらうために展示して飾られるものなので、自分の顔って言ったら変ですけど、なんだろうな、人に委ねる部分もありつつ、私自身でもありつつって、ちょっと不思議な存在です ね。私が10年後20年後何してるかどうなりたいかって言ったら、絵描いてるだろうということ以外さっぱり見えないんですけど、絵の方に関してはこう枠組みを超えてもっともっと変わってたらいいなみたいなイメージがあったりとかするので、なんか本体っていう感じです会場で見た方からこんなこと想像したのよとか、この人がきっと今までこういうふうにやってきて、この場所でこんなふうに過ごしてるんだみたいな、こう感想を聞いた時に、あ、すごい一人歩きし始めてると思って、私の手を離れてこうさらにいろんな可能性が広がってきたなと思った時にすごく嬉しいです。こう別人格を持って歩み出したみたいな買ってくださった方も会場に来てみて、いろいろ想像していただいた方もそれぞれこう自由に空想してもらえれば嬉しいかなと思いますそうですね、あの物理的にどんどんたくさん描けば描くほど床が埋まっていったりとか、あともう姿勢が固定されるので体がギシギシ始めたりとかで、体が資本だなって年とともに実感はしてるんですけれど、ずっとこう個人プレイというか一から全部作っていくので、客観性がだんだんなくなっていってるんだなってちょっと思う瞬間があって、ただそういう時に人の意見をこう全部受け入れてるとただただ薄まって中庸というか、その程度までこう周りからあった反応を入れていくか、自分の世界としてライン引きしてバランスの舵取りが難しかったりはします。大丈夫かそれ伝わるかっていう側と、いやでもこれがどうしても描きたいんだっていう側のこうせめぎ合いというか、家族とかでも近くにいていろいろ言われすぎると辛くなってきちゃうので、ちょっとそこは言わないでいてもらえる時間とかも
作ったりは、はい、頼んだりとかして難しいですよね。ただ多分迷惑がかからなくなるっていうことで道路とかに追いかけしだすんじゃないかなってそこら中に書いても怒られないってあたりで追いかけしだしちゃうんじゃないかなと思います。多分自分のためだけに書き始めるんじゃないかと書きたい原動力っていうのがまだ見たことのない世界を作ってみたいっていうのが大きくて、それで仕上がった作品を見ていただいた時にこうそれぞれの人の中で今まで体験したこととか見てきたものとかと重なってこうふわっとイメージするものって人それぞれ違うと思うんですね。でそうやって自由にいろいろ連想したりとか前後の話を想像したりとかして広げていっていただいたらこう自分の想定した範囲を大きく超えてこう絵の空間が広がっていくというか奥行きが出ていくというかそうなっていたらすごく楽しいなとワクワクしながら思ってます